安定した政治基盤の上に新しい令和の時代の国づくりをしっかりと進めようと国民の皆様からの力強い信任をいただいたことに厚く厚く御礼を申し上げます。衆参両院で3分の2というハードルは極めて高いものでありますが、そうした議論を深める中で与野党の枠を超えて3分の2の賛同が得られる改正案を練り上げていきたい。私たちのたたき台は最善と考えるものを提案させていただいていますが、この案だけにとらわれることなく柔軟な議論を行っていく考えです。まず臨時国会についてはですね、今回の選挙では伊達参議院議長が引退をされ、新しい参議院議員の任期が始まってすぐの8月1日に召集することとしたいと思います。人事においてはですね、まだ全くこれ終わったばかりでありまして、全くの白紙でございまして、これからゆっくりと考えていきたいと考えています。